雷門。上から昼、夜、背面。雷門は、浅草寺の山門。東京都台東区浅草一丁目二番の三番地に、位置し、雷門通りに面している。正式名称は、風雷神門であり、雷門と書かれた町鎮の逆側には、風雷神門と書かれている。門に向かって、右側に風神、左側に雷神が拝される、朱塗りの山門である。 門の中央には高さ3.9メートル、直径3.3メートルの長ょが吊り下げられており、浅草のランドマークとなっている。東京及び日本を象徴する風景として、外国人向けの観光パンフレット、お土産のレリーフなどに写真やデザインが用いられることも多い。浅草観音大臣門北斎941年、安防国の大使であった平子宮部が、 武蔵国への配置転換を祈願。翌年、配置転換の願いが叶ったことから、新天地での天下太平と、五国宝条を祈願しがあらんなどの寄進を行った。初代の雷門に相当する門は、その際に作られたとされる。雷門の古称は、江戸時代の川柳に初めて登場するが、それ以前のいつの段階から呼ばれるようになったかは、不明である。知名度に関しては、 雷門の名が書かれた提灯が千七が1795年に初めて奉納されており、浮世絵の題材に用いられたことから、以降、日本各地へ浸透したものと考えられる。雷門はしばしば火災により消失しており、江戸時代だけでも二度も建て替えられている。最後の火災は1866年であり、以後、100年近く高級的な建築物としての雷門は姿を消す。 明治年間から太平洋戦争後にかけては様々な形態の仮説の雷門が登場したと伝えられる。いずれも博覧会の開催や戦勝記念、会長などその時々のイベント的な要素が強かった。素材は鉄骨やコンクリートなどの構造もあったほか大きさも様々であった。1904年の日露戦争終結時には 外線門として雷門が建てられている。また、高級門のない時代も雷門は地域名として用いられ、1924年には周辺地名が浅草雷門となったほか、1931年に開業した東武鉄道の駅は当初浅草雷門駅と称していた。また、現在も都営バス、京成タウンバスの 浅草雷門バス停が存在している。現在ある雷門は、鉄筋コンクリート作りで、1960年5月3日に開通式が行われ、10年ごとに大改修が行われている。再建費用を寄進したのは松下電器、産業創業者の松下幸之助である。かつて松下の神経通兵を寄祷した。 戦争時間寿の清水谷教順が1958年、上京中の松下に協力を依頼し、翌1959年に工事が始まった。大城鎮も松下が奉納し、その後も新調されている。なお、風神、雷神像は、江戸時代の東部に、明治時代に作られた胴体をつなげた像である。雷門。上、雷門の六期目大城鎮。中、 畳まれる雷門。下、底面は、木彫りとなっている。雷門に架か,かるお嬢鎮は、浅草のシンボルとなっている。彫鎮が吊るされるようになったのは1800年頃と、され、雷門の屋根職人らが奉納したと言われる。歌川広重が描いた、浅草雷門前の浮世絵では、心座心と書かれたお嬢鎮が吊り下げられていた、ことがわかる。 幕末の雷門の消失後、1960年に、松下幸之助の寄進により再建された際に、雷門と書かれた王城鎮も同時に奉納された。王城鎮の大きさは高さ3.9メートル、直径3.3メートル、重さ約700キログラム。本体は、京都府亀岡市産の竹の骨組みに、福井県産の構造100%の和紙約300枚を、 貼り合わせたもので、上下の針輪には金属製の化粧輪が、また下輪の正面には松下電器と書かれた金細工の銘板も取り付けられている。なお、松下電器は2008年にパナソニックへ社名変更したが、2020年に下輪を新調した際、銘板は従来通り松下電器表記のままとされた。底部分の竜の彫刻は初代上鎮から引き継がれている。 1971年から京都市下京区の高橋ひさげあかりが制作しており、約10年ごとに新調されている。提灯は規模が大きく高速道路の料金所を通過できないため、京都から東京まで一般道を大型特殊トラックで2日がか,かりで輸送する。三社祭りの際には、みこしが下を通るため提灯が持ち上げて畳まれる。また、 台風接近時や強風時にも破損を防ぐために畳まれる。稲妻イレブンシリーズでは、ライモンと読まれる。初動案内雷門、戦争時2016年10月3日閲覧。雷門、東京観光財団、2016年10月3日閲覧。幕末維新解雇団、高村幸運、青空文庫パナソニック、戦争時雷門に、 王上鎮を奉納1960年以来続く10年に一度の大改修パナソニック2018年3月13日閲覧パナソニックミュージアム本日開館全面広告読売新聞朝日新聞長官2018年3月9日の説明文 ABCDEFG 浅草の顔王上鎮が帰ってくる

戦争時雷門の大上鎮実は、京都で作ってます7年ぶりに職人が新調。京都新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.kyot.co.jp o n p スラッシュアーティクルススラッシュスラッシュ 2178358a b c d e 雷門の大上鎮新調。大詰め浅草のシンボル、京都の老舗で、 東京新聞オリジナルの2013年11月13日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20131113185922/http:/www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013110801001629.html.ab 浅草のシンボル 慶で慎重、雷門の王城鎮京都新聞。オリジナルの2013年11月13日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w a v a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 1 1 3 1 9 0 2 4 1 h t t p k y o t o n p j p s i g h t s e e i n g a r t i c l e 2 0 1 3 1 1 0 5 0 0 0 0 b c 戦争時、雷門のお上鎮 静かなお披露目五輪に向け身長。朝日新聞オリジナルの二千二十年四月十七日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/archive/web/20200417034952/http://www.asahi.com s アーティクルズ、ASN4K3WHJN40-029HTML。29, ありがとうございます。